まだこそこそと嗅ぎ回っているのか。だが何をしても無駄さ。ここはすでに私のものなのだ。目障りな君たちには消えてもらおう。信じられない。これがあの若造の正体だというのか。ありえない。だがもし事実だとするとアンブレラは終わりだぞ。奴の手で過去の秘密が暴かれればスペンサー会長もただでは済むまい。それは私たちも同じだ。この辺りが潮時だな。どうするつもりだ。アンブレラとおさらばする。Tウイルスを用いた生物兵器は完成間近。あとは実践データを手に入れるだけだからな。そんなふざけるな。私の研究はどうなる。 Tウイルスはすでに完成したが、さらに強力な G ウイルスの完成まであと一歩なんだぞ。好きにすればいい。私は予定通りスターズを洋館に引きずり込む。奴らなら必ずいいデータを提供してくれるだろう。わかった。とはいえ、奴をこのまま放っておくことはできない。確か、養成所の地下には自爆装置があったはず。面倒なことになる前に、建物もろとも奴には消えてもらうことにするよ。あ、ダメ。もう無理。Thank you.
ゃしろ。もう大丈夫だ。ありがとう。いざ、約束を守っただけだ。お互い協力しようと言ったろ。違うか。こちらレベッカ。レベッカ、こちらエンリコ。ミリー公園はまだ見つからないのか。レベッカ、応答せよ。あの隊長、まだ発見できません。捜索を続けます。以上。レベッカ、初めての任務なのにもう命令違反ね。経歴に傷がついちゃった。まあいいわ、今はそんなことどうだっていい。ビリー、私知りたいの。どうか真実を教えてほしい。本当に23人も殺したの？私そうは思えない。お願い、本当のことを話して。あれは去年の今頃だった。俺がいた部隊は内戦の火消し役としてアフリカの奥地に潜入していた。密林の中のゲリラのアーチとその位置を特定し殲滅することが任務だった。だがアーチとへの道のりはあまりにも遠かった。ある者は熱病にやられ、またある者は敵に殺され。部隊はいつの間にかたった4人になっていた。だがそこはただの集落だった。どういうこと？デタラメな情報にまんまと踊らされてたってわけさ。だからって手ぶらで帰還するわけにはいかなかった。隊長は俺たちに罪もない村人を襲わせた。撃ち殺せ、皆殺しにしろ。隊長やめてください。黙れ。やれ。やめろ。それであなたも無抵抗な人々を撃ったの？だったらどうだって言うんだ。過ぎた話だ。もうどっちでもいいことさ。私そうは思わない。ちっとも良くないわ。確かにみんなあなたを人殺しだと疑ってる。でも私は違う。あの護送車の MP だって化け物たちに殺された。そしてあなただけが逃げ切れた。そうなんでしょう？どっちにしても俺には二つの道しかない。軍に出頭して処刑されるか、逃げられるだけ逃げ続けるか、それだけだ。
向こうを見てくるわ。オッケバトルシミュレーション開始。ドアをロックします。こっちよ。オッケー。
向こうを見てくるわ。ああ、ついてきて。ああ、ここにいて。オッケー。